こんにちは、カメラマンの宮川です。今日は餃子の満州さんに来ています。東武スカイツリーライン草加駅西口から徒歩2分、餃子の満州のキャッチコピーは3割うまい、うまい、安い、元気で、うまさ3割増しというキャッチコピーが売りとなっています。メニューも豊富なのでどれにしようか迷ってしまいます。僕はチャーハンと餃子にしました。オーダーはタブレットで行います。来ました、餃子。美味しそう。ラー油と酢、そして醤油を入れていただきます。一口でいくとやけどしそうだな。では実食。やっぱり熱い。熱々で言葉が出ません。続いてはチャーハンが来ました。サイドにはお漬物と卵スープがついてきます。餃子の満州さんはチャーハンにも定評があり、米と白米を半々で使っているそうです。それでは実食。これまた熱々で強火でちゃんと炒められていました。評判にもうなずけます。食べ終わりました。ここに来たらまた同じメニューにしちゃいそうだな。タブレットで送信し、レジでお会計をします。そして今から第50回衆議院議員総選挙の期日前投票に向かいます。それでは市役所に着いたので選挙に投票しに行きたいと思います。投票に行ってきました。これから帰ります。帰ります。